野木勝則8月28日から1904年5月27日は、明治時代の陸軍軍人で、野木真レスケ、静子夫妻の長男。戦死時の階級は、陸軍不評勝位。戦死による一階級特進により、最終階級は、陸軍不評注意。1879年8月28日、野木真レスケ、静子夫妻の長男として出生する。 父親と母親の良い面、悪い面をそれぞれ受け継いだ典型的な人物で、元来、父方の野義家は、学問的な分野に乏しく、一方で、母方のユチ家は、学問的な分野に引いてており、母、静子及びその両親、ケ氏らは、学問的に優秀であった。病弱であったようだが、母のことを普段より気遣う優しい性格であったと、言われる。勝則は、 学士記念での才能はあまりかんばしくなく、陸軍士官学校の採用試験に二度不合格になっており、三度目で過労じて合格した。当時、陸軍士官学校は一生果てのうち三度しか受験することができず、勝則は最後のチャンスで希望を果たした。陸士十三期で立川三次と同期。日露戦争には陸軍将位。 第2軍不評第1連隊第9中隊第1小隊長として出生。出生前に、静子が東京、銀座にある高級化粧品店、資生堂で一つ9円の高級香水を購入し、勝則、安則の二人に渡している。静子が香水を渡したのは、もしも戦死した場合、遺体から異臭が放たれれば大事な愛則死が不憫で、あるという親心からであった。 カツノリはそれをお守りとして大切にしていた。戦場では何日も風呂に入られないという激戦の日々が続いたため、戦死を覚悟したカツノリは、戦死の覚悟を悟られないように記した内容の手紙を静子に当てて送っている。南山の戦いに参加していた1904年5月27日、ロシア軍が放った銃弾がカツノリの胸部に直撃。 向こう側が丸見えになるほどの風穴が開き、数時間の間、従軍していた陸軍軍医による手術、治療を野戦病院にて受けたが、出血多量で死亡した。去年26、勝ツノが戦死したことは、数日後に静子の耳に届けられた。静子にとって勝則は第一死、それも病弱で常に心配して、大事に育ててきた子供であり、目。 と子との確執に耐えきれず、別居生活をしていた時も気遣い、優しく守ってくれた勝則が戦死したと聞いた時、静子は我を忘れて3日3番号泣したという。戦死後、1階級特進で、陸軍中尉に昇進、青山霊園に納骨された。勝則の死から6ヶ月後の11月30日に、弟、安則も203高地で、 神戸第一旅団の副官任務中、ロシア軍の砲弾を資金に受け、岸壁から滑落し、わばに頭部が激突、頭が砕けて戦死した。去年24、勝則、安則兄弟は、見込んで死去したため、子を残すことはなかった。これにより、マレスケ、静子夫妻の子女は全員死去した。夫妻は、その後、養子を迎えることをしなかったため、 野木白爵家と夫妻の血筋は断絶した。野木勝則は、金州城の東北、炎家老海炎家老とん72番地にあった炎家老、第二野戦病院に収容され、27日午後、死亡した。野戦病院があった炎家老トンの裏山には、その後、慰霊碑が建立され、現在もその大石が残っている。また、一時代を葬った馬屋とん八里省。 警察管理派出所の広報一松林中にも、金州軍政所が1905年春に墓標を、混流、1909年11月1日、静子が異例に訪れた。ありがとうございます。